12月定例県議会がきょう開会し県民文化会館内のレストランの営業再開に向けた改修費用など一般会計でおよそ26億円の補正予算案などが提案されましたきょう開会した12月定例県議会では中村知事が一般会計でおよそ26億円の補正予算案など38の議案を提案しました 補正予算案では現在休業している県民文化会館内のレストランを来年の3月をめどに営業を再開するのに向け厨房設備の改修費用に5000万円余りを計上宴会機能を整備することで大規模な会議などの誘致につなげます。このののほか、県人事委員員会の勧告にに基づき、き職員の給与を引き上げる費用に およそ24億円が盛り込まれるなどしています県議会は来月4日から質問戦に入り15日まで開かれます